サウスストリートシーポートはニューヨーク市マンハッタン区の歴史地区でかつて港だったエリア区である。イースト川に面する鳩場や倉庫街は小売り施設として利用されており、鳩場には古い小船などが展示されている。ファイナンシャルディストリクトに隣接し、フルトンストリートがイースト川に行き当たる場所にある。このエリアはファイナンシャルディストリクトとは別に、 ニューヨーク市歴史建造物に指定されている。このエリアにはダウンタウンでも最古の建物がいくつもあり、19世紀初頭に改修された召喚が林立している。他にも改修された小舟やかつてのフルトン号市場、また近代的なショッピングモールも建てられ、ショッピングや食事、ブルックリン橋の景色、そして夜景も楽しむことができる。 このシーポートの入り口にはタイタニックメモリアル灯台がある。1950年代後半まで古いワードライン社の不当はほとんど空き地になっていた。ここに1967年にピーター・スタンフォードとノーマ・スタンフォードがサウス・ストリート・シーポート博物館を設立した。その目的はフルトン・ストリート南西にあってシャーマー・ホーン・ローと呼ばれた。 建築物群を保存することであった。これらの建物はニューヨーク市の小舟産業が衰退するにつれ一部の古物商以外からの関心が薄れ取り壊しの危機にあった。そのためこれらの建築物や小舟を取得して歴史を保存し、このエリアを教育的な歴史地区にすることが目指された。このため出店する店についても観光客に海上貿易で賑わった。 当時のニューヨークの景観や生活を体験させることを目的に、この地域の前世紀であった19世紀中盤、1820年から1860年頃の働く姿を再現するというスタイルをとっていた。1998年に連邦議会指定のアメリカ国立会寺博物館の一つとなった時、サウスストリートシーポート博物館はニューヨーク市の かつての港の跡地、12スクエアの区画を占める歴史地区であった。この博物館は3万平方フィート以上の展示スペースと教育施設を持ち、展示ギャラリー、19世紀の印刷店、考古学博物館、開示図書館、船舶センター、海洋生物保存ラボ、そして私有のものとしてはアメリカでも最大の歴史的船舶群を保有していた。 フルトンストリート近くの一角の石畳やショップ、バー、そしてレストランが保存されている。ブリッジカフェはニューヨーク市に現存する最古の飲酒施設であると主張しており、かつて売春宿も入っていた建物で現在も営業している。2012年のハリケーンサンディで大きな被害を受けたことから施設を所有するハワード・ヒューズ・コーポレーションは 最も重要なショッピング街であるピア17を2013年に取り壊し2015年までに新しい施設を建設すると発表した。19世紀初頭のシャーマーホーンローの商業建築群1982年にジェームズ・ラウス率いる再開発プロジェクトにより観光地として再開発された。ピア17のフルトンロ市場を新しく建て直したほか、その隣に 大きな近代的ショッピングモールが建てられて1983年にオープンした。ここは現在も多くのショップやフードコートが入っている。外の鳩場ではイースト川、ブルックリン橋そして対岸のブルックリンハイツの景色を楽しむことができる。これらの施設はハワード・ヒューズ・コーポレーションが所有している。ピア17、ありがとうございます。